山崎幸也、まさか。日本ハム、山崎幸也投手が2回までに3失点を喫した。ここまで6勝を挙げ、リーグ単独トップとなる7勝目をかけたマウンドだった。ところが初回先頭の5軍にライト前ヒットを許すと、ワンアウト3塁の得点機を作られ、辰巳に先制のセンター前ヒットを浴びた。2回は先頭の浅村に初球のチェンジアップをレフトフェンスオーバーのソロにされ、さらに5号の犠牲フライで3点目を奪われた。ここまで全11試合で伏見とのコンビだったが、この日は清水友信とのバッテリーで臨んだ。勝ち投手の権利来た。必勝体制と言ってるのに、なぜ清水？全く理解できません。清水と合わないのかな。清水は素晴らしい星。野球の神様は裏切り者にいつまでも微笑むことはありません。幸也動向もあるかもしれないけど、単に楽天が今上り調子なんでしょうがないのかな。恐るべし楽天。投球がバラバラで余裕で見逃せる。やっぱり相性とかも影響してるのかな。清水、ファンは納得しないんすよ。良い意味で期待を裏切ってほしいが。それよりレイエスいきなり満塁ホームランとは驚いたわ。なぜ清水？勝ちに行くならタミヤでしょ。神様がいるとするならば、新庄のやりたい放題はお気に召すわがないだろ。小学生でもわかるわ。新庄は3年連続再開へ導くものさ。伏見を2軍に落として清水をスタメンで使う意味がわからない。誰か教えてください。明らかにストライクゾーン狭すぎるでしょ。予想通りの展開ですね。去年も噂は伊藤加藤で3連勝だと言っていたが、連敗地獄突入したからね。オールスターまでは格好つく成績でお願いしますね。